中国当局が東シナ海にある天然ガスの掘削装置を日中中間線から日本側に入る位置に移動させると発表し、その後取り消しました。中国海事局は天然ガスを掘削する装置を日本時間の午後6時から明後日にかけて、沖縄県の尖閣諸島の北東およそ140キロの海域に移動させると発表しました。 我が国の排他的経済水域及び大陸棚であり、管轄権を侵害する行為を行うとすれば、断じて受け入れられないものであります。政府は中国側に強く申し入れを行いました。中国当局は先ほど、移動の発表を取り消しています。